欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日は3月14日土曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。新学期もね、始まって、みんなね、新学期というかこの新年度が始まってね、ちょっとね、教室の方も今ね、最近体験授業ラッシュで、ここから頑張るぞという子がね、旗の台の教室、都立大学の教室、蒲田の教室にね、それぞれね、来てくれてね、体験授業今やってますけれども、今年はね、欧州館も受けながら私立受験も考えてるんですよなんていう子がね、結構多いような気がしまして、あるいは私立受験を今までやってきたんですけど、欧州館受験に切り替えますというような子でね、全体的に見ててね、レベルが比較的ね、高い子がね、来てるなという印象をね、受けました。あとね、低学年の子がね、3、4年生の子がすごく欧州館受験に興味を持ってて、新3年生、新4年生という子がね、旗の台の教室、都立大の教室もね、蒲田の教室ももちろんそうなんですけど、多くてですね、みんな適性試験、あるいは欧州館の鍛えるなんかもね、やってる子がすごくね、早い段階の準備はね、非常にね、講師目線で見ると非常にこれ対策が楽というかね、まだ将来的に時間があるんでね、いろんなことがある意味できるなということでね、我々もね、今やっててね、楽しみな状況ですね。で、昨年のね、欧州館の、この前の先日の2月3日の入試問題、これをね、分析を一通りね、今欧州館の先生たちで終えました。でね、結論としてはかなり計算問題、これをね、スピードをね、増していかないとまずいなというようなことで、今ね、欧州館の先生たちで今年はね、作ったね、隠し玉の教材がね、こんな感じであります。これね、計算問題特訓、割り算編1とか2とか出てるんですけど、これね、中を見るとですね、欧州館に出てくるような5桁割る3桁とかね、5桁割る2桁とかね、小数点が入って余りが出たりとか、四捨五入とかね、そういう風な問題集なんですね。で、去年まで、一昨年から2年前までは結構この表のね、数字の羅列が出てて、それを数字でただ足し算をしていって割合を出すみたいな問題が多くて、それはね、佐々木先生の方でね、最後は計算という問題集を作ってくれてね、去年とか一昨年の子とかにはね、やってもらったんですけれども、今年の計算問題はちょっとね、傾向がこの前の問題は違ってましたので、何しろね、そろばんやってる子が確かに有利に近い問題がね、あったんでね、今年のね、欧州館の、ね、新入塾生はね、結構そろばん組が多くてですね、そろばんをね、今までやってましたという子が多かったんですけど、今更ね、やってない子はそろばんできませんので、このね、計算特訓、特にこの割り算、これをね、ベースにした問題集、こういう本ってね、なかなか売ってないんですね。だからね、これをね、今ね、先生たちの方で、計算問題集を作ってますので、これがね、一冊にね、600台載ってますね。これをですね、まず割り算編を早く 10冊、6000問解きましょうというところで、今ね、チャレンジしてますので、これはまあね、授業中にはやりませんけれども、自習時間にこれが今年のね、どんどんやってもらって、欧州館の和声の目玉になるような、テキストにしてますので、計算問題特訓割り算編、これスタートしてますので、今ね、塾生諸君はこれ各教室で今ね、配布が始まってますので、これをね、ぜひやってください。あとはね、今年から特に始めた子たち、今 F テキスト、S テキスト、前期テキスト、後期テキストなんかやってますけれどもね、早く正確に解くということがね、今年の試験問題なんか見ても思いました。で、後々ね、もう少ししたらですね、夏ぐらいになったらね、今年の問題をね、見てみるとね、飛ばさなきゃいけない問題も実はあったりしたんですね。ですから、どこの問題で点数を取るっていうのをね、今年はね、かなりね、戦略的にですね、受験生、欧州館の塾生にね、情報をね、発信していこうと思っていますので、どんなにね、力があってもね、まともにやったらね、問題きつかったと思います。っていうのもね、僕もね、恥ずかしながら2月3日あの問題ね、即解いたんですよ。そしたらね、結果としてはね、45分で時間が足りませんでした。僕もね、実はね、そろばんはね、かなりね、子供の時やってまして、
まあね、あの東京都じゃなかったんだけどね、僕はね、まあ、県でね、そろばんチャンピオンになったんですよ。でね、その僕でもね、やっぱり今年の問題はね、きつかった。計算問題に関してはね。だからね、計算はね、僕もかなり自信あるんですけど、それでもね、まともにやっていくと、時間切れになるんだなって、今年の問題は。だから逆に言うと、どこで見逃したのかっていうことがね、非常に重要な試験だったんですね。スピード的に見るとね。そう考えますと、まあこの、計算問題編、こういうのでもう日々日々鍛えていって、ここはね、クモンかソロバン教室かと言われるぐらいまで今年は計算をね、徹底的に鍛えようかなと。でもまあこれは授業中にやるんではなくて、皆さんが日々、熟成諸君が自習時間で鍛錬してやってほしいかなと思います。今まで欧州館の俺はね、かなりね、昨晩の力を入れてきたんですけども、昨晩今まで通りもちろんやりますけれども、今年はね、試験にね、勝つと、受験に勝つためには計算力、これがね、一つキーワードになって、あとね、どこで見逃せばいいのかというね、どの問題をね、飛ばさなきゃいけなかったのかと、あと一点勝負の重要性、今年もね、欧州館の方はね、補欠の子が出たり、補欠で、残念だったことが、ね、出てしまったんでね、この一点にね、中にね、すごく大きい重みっていうのはね、僕もね、非常に感じましたので、計算、ここをね、最後は計算だけじゃなくて、もう通年を通して、今年はね、計算力っていうのをね、一つ欧州館の輪のスローガンでね、やっていこうかなと思います。で、今年もね、実はね、いろんなね、イベント欧州館の輪では考えてまして、で、またね、秋ぐらいにはね、かなり大きいね、発表ができるような、企画もね、欧州館の輪では考えております。今ね、そこら辺もね、動かしてますので、またね、この欧州館の輪 TV で秋口に大きいプロジェクトが発表できることをね、楽しみに皆さんにね、していただきたいなと思います。今年も欧州館の輪ね、欧州館受験全開で、頑張っていきますので、塾生ともどもね、欧州館受験来年のまた2月3日に向けてね、走っていければなと思います。じゃあ皆さん、欧州館合格目指して頑張りましょう。